こんにちは。一般社団法人インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はこちらの簡単に作れる S 字フックの方の作り方をご紹介したいと思います。材料はアルミワイヤーの 2mm を35センチに切りました。で、こちらをですね、端と端を合わせて真ん中を出していくんですけれども、右利きの方でしたら右手に持っているこちらのね、ワイヤーを手前に重ねてください。そしてこう、ね、先端を合わせて真ん中を出していきます。はい、真ん中が出ましたら逆向きにしますね。で、それでちょっと絞ってね、潰しすぎない程度、このぐらいですかね、このぐらいに押さえます。で、ラジオペンチを持って縦にこう、ね、持ちます。はい、そしたらここね、ピッピッと引っ張って幅を狭くします。はい、こんな感じですね。で、ここはできるだけ狭くした方が綺麗にねじりやすいです。そしたらね、ワイヤーをねじっていきます。はい、外しまして、先端ですね、危なくないように丸めていきます。ね、両方丸めました。はい、そしたらね、お好みの長さで こちら側からとこちら側からと曲げてフックにします。これで完成です。はい、こちらの S 字フックはこのようにね、流しの水切りにかけまして、ね、たわしなどをかけておくと、アルミワイヤーですので錆びないで水回りにね、お使いいただけます。